おお、すまないね、雪村くん。やっぱり寒い日には熱めのお茶がうまいね。ヤギさんたちにも世話になったが、この短所もそろそろ手狭になってきたか。まあ確かに狭くなったな。大使の数も増えてきたし。広いところに移れるならそれがいいんだけどな。雑魚寝してる連中かなり辛そうだしな。だけど僕たち新選組を受け入れてくれる場所なんて何か心当たりでもあるんですか？西本願寺。それ絶対嫌がられるじゃないですか。反対も強引に押し切るつもりならそれはそれで土方さんらしいですけど。確かにあの寺なら十分広いな。まあ坊主どもは嫌がるだろうが。それに西本願寺からならいざという時にも動きやすいだろう。西本願寺は長州に協力的だ。
何度か老師をかくまっていたこともある。向こうの同意を得るのは決して容易なことではないだろう。しかし我々が西本願寺に移転すれば、長州は身を隠す場所を一つ失うことになる。僧侶の動きを武力で押さえつけるなど見苦しいとは思いませんか。寺と坊さんを隠れ蓑にして今まで好き勝手してきたのは長州だろう。過激な老師を抑える必要があるという点に関しては同意しますが、都市の意見はもっともだが、三男君の考えも一理あるな。さすがは近藤局長ですね。敵方へまで配慮なさるなど懐が深い。そう言われるのはありがたいが、俺など千両もいいところですよ。伊藤さんは尊王攘夷派の人間と聞いたが、よく新選組に名を連ねる気になったものだな。長州の奴らと同じ考えってことか。そんな人間が俺らと相入れるのかね。砂漠攘夷派の近藤さんと攘夷の面では合意したんだろう。それに近藤さんの砂漠には幕府による尊王を目指している面もあるしな。
つうか伊藤さんが来て喜んでるのって実は三男さんなんじゃねえの？まあ一刀流つながりだしな。伊藤さんとも知り合いなんだろ？それに三男さんも尊王派だもんな。確かに伊藤さんとは以前から面識があります。学識も高く弁舌に優れた方ですよ。秀でた参謀の加入でついに総長はお役御免というわけですね。伊藤さんさえいてくれれば私がここでなすべきことも残りわずかだ。でも僕は伊藤さん好きじゃないな。まあ確かにな、嫌な目をしたやつだとは思う。だよな、気取ってるっつうか人を見下してるっつうか。三男さんは相変わらず大変に考えの深い方ですわね。まあ左腕は使い物にならないそうですが、それも些細な問題ではないかしら。見客としては生きていけずとも、お気になさることはありませんわ。三男さんはその才覚と神力で新選組と私を十分に助けてくれそうですもの。伊藤さん、今のはどういう意味だ？あんたの言うように三男さんは優秀な論客だ。けどな、三男さんは見客としてもこの新選組に必要な人間なんだよ。ですが、私の腕は。私としたことが失礼いたしました。その腕が治るのであれば
何よりですが。伊藤さん、もしよければ大使たちの稽古でも見学に行きませんかね。まあ素敵なお誘いですね。ぜひご一緒させていただきますわ。男たちの汗臭さへ浸りに行くのも実に愉快なことじゃございませんか。汗臭さですか。確かに道場は熱気がこもってるかもしれませんな。旦那さん、あんな奴の言うことなんざ気にする必要ねえからな。三男さんもかわいそうだよな。最近は大使連中からも避けられてる。誰に対してもあの調子だからな。大使も怯えちまって近寄りたがらねえんだ。昔はああじゃなかったんだけどな。表面的には親切で面倒見が良かったし、だな。あんなに優しかった外面が今は見る影もねえや。近藤さんも何だってあんなのが気に入ったんですかね。こと俺が知るかよ。どうせ口先三寸で丸め込まれたんだろう。じゃあ土方さんが返品してきてくださいよ。新選組にこんなのいりませんって。近藤さんが許可するわけねえだろう。しっかり伊藤に心酔してるみてえだしな。伊藤と一緒に加入した連中もそんな扱いされちゃ黙ってねえだろ。役に立たない人だな。無茶を通すのが鬼副長の仕事でしょうに。だったら掃除、てめえが副長やれ。